はい、夜釣りの、モンハンですね、コロダイを狙った釣りで、こういったふうに密度4号、5号で、こちら8号、10号とかなり太い、密度を使う場合もあります。というのを、まあ、持っている竿が2号前後であれば、だいたいこの4号、5号ですね。で、まあ、この4号、5号を使って、コロダイを釣るときは、まあ、比較的、50センチから60センチぐらいのコロダイが釣れたとして、まあ、引きをそれなりに、長時間楽しめるって感じですね。で、逆にこの8号、10号、もう何でもいいからとりあえず大きいの、自分の、記録にしたいんやっていうような70センチ超えだったりとか、たまみ、そういった風の狙いたい場合はこういった太い号数の、道糸を巻いて、竿も3号、4号っていう風なちょっと太めの竿を使って、もうなぜ力と力の勝負ですね、引き合いで、確実に取るというような感じですね。まあ、楽しむ、確実に取るというふうに考えてもらったらいいと思います。まあ、それに合わせて、まあ、ハリスも、大体同じぐらいで合わせてもらう方がいいです。8号なら、まあ、大体8号、まあ、8号の道糸で10号を使ってもらっても全然構いません。ただ4号の道糸に10号のハリスをつけると非常にバランスが悪いので、まあ、道糸ができれて、浮きなんかも噴出しますので、基本的にはまあ大体前後ぐらいでやってもらう方がいいですね。で、それに応じて、まあ、今度針ですね、このハリスに針をつけるんですけども、こういった、細い号数のやつにはこういった、タイプですね。同じ8号でも、針の、軸の太さが違うので、この細い軸にはだいたい3号4号だったり、この8号ちょっと太めの8号だったら5号6号、同じ8号でも5号6号というふうに道糸、ハリスですね、ハリスの太さを針の太さによって、使い分けてもらうといいと思います。だいたい、まあ、基本的にコロダイを釣るときは、50センチ60センチぐらいになってくると、口の大きさがもう、こういうぐらいになってくるので、卵ぐらいの、卵でも普通にスポッて、吸い込んで食べれるぐらいの大きさまで開きますので、こんな小さい針を使うことはないので、だいたい10号から上で、いきます。で、深瀬釣りで使うときは、コロダイ専用の針だと、大きすぎるので、浮きの浮力に、あんまり左右しないこういった風な太軸の10号、12号までをだいたい使うのが、多いです。